して容疑者になってるわけではありません。だから複数にいろんなところにあざがあったとか、その前にちょっと喧嘩してたんじゃないかっていう情報があるということですね。これでよく喧嘩してたっていう情報もありまして、で2週間前に警察が出動したぐらいに、近所の騒動あげるんです。ですから次は25歳とか。